外人の相談ないんだよね。うん、待って、はい、OK です。なんか嫌な感じがする。いける？はい、嫌な感じがする。トイレ拭いてきた？はぁ、トイレ拭いてきた？拭いてきた。 OK、 どんな会話？じゃあ行くよ。さあ、始まりました。ガハハハ、ハヤイズ王国のお時間です。今日は、FM 機能庵のサテライトスタジオからトロピカルビーチより1時間お届けしたいと思います。はい、今日のお相手は私早見と山内が、はい、お届けします。よろしくお願いします。はい、トロピカルビーチの皆さん、こんにちは。こんにちは。 FM 機能庵でございます。はい、引き続きお楽しみください。はい、よろしくお願いします。ね、テンション高々でいきましょう。そうですよ。海にあった声出してくださいね、山田さんね。そうですよ。大丈夫かな。これ合ってるか。そうなんですよ。そうなんですよ。今日山の日ってことで。おおお。ほら、山田さんすごくない？山ちゃん。山って言ってね、呼ばれてる時期もあったよね。そうなんですよね。何年前かなあれ。ねえよ。勝手に決めるな。あ、面白すぎる。いやいや、早見なんかのアイドル、うん、そのちゃんが決めたあのヤマピーっていう時代もありましたよ、あの時代。イケイケね。イケイケじゃないし。はい、あの時もね、はい、ありましたが、今日は山の日ってことなんですけど、うん、はいはい、海もたくさん人がいっぱいいて、うん、私もうさ、ここのスタジオ来たかったけど、うん、はいはい、あっちに来たかった。本当はどこに？あのビーチパーティーしてる皆さんのところ。海に、海の方に。お、すごいですよ、人いっぱいです。あ、絡んでこなかったんですか？そうなんですよ。ねえ、絡みたい、絡みたい、絡みたい。こんにちは。後でじゃあ山さん、もしね、美女がいましたら。あ、はい、はい、なんで？なんですか、これ。そうですよね。あ、はいって言うのはないっすね。いやいや、僕はね、もうそういうの苦手ですから。苦手なんですか？そうですよ。あれ得意なのにね。いやいやいや、あのね、はい、今日もですね、やっぱりね、人多いですね。多いです。あの、トロピカルビーチ自体は7時半まで、はい、遊泳時間ということなので、はい、なるほど。今7時半でも明るいんですよね。大丈夫ですか、この情報。ねえ、ね、って言った後に自信ないっていうのはどうかなと思うんですけど。すいません、7時半まで。今あの生放送で後ろにスタッフいるんですけど、聞いてますね。はい、すいません、はい、どうですか？7時までが遊泳だそうです。この売店が7時半まででしたよね。売店が、ここサテライトスタジオ FM 機能1のサテライトスタジオが7時半まで閉まります。閉まります。はい、で遊泳は、ね、もうそろそろ帰る、ね、はい、そうですね、家族連れの方もいて、さよなら、さよなら、ありがとうございます。いっぱい泳ぎましたか？ね、あら、かわいいわ、笑顔素敵で。あら、かわいいね。もうなんか満足げな顔してますね。いっぱい遊びましたっていう感じで。ね、いっぱい遊んだっていう、本当にちょっと日焼けもしてね。はい、そうね。いいですね、やっぱり、はい。山の日だけどやっぱ僕は海がいいですね。あ、そうなんですか。うん、トロピがいい。うん、よく言いました。待ってました、それ。なんすか、ちょっと上から。なんすか。いやいやいや、はい、では、うん、今日あのテーマありますので皆さん紹介したいと思います。はい、はい、テーマはどうぞ。エコーしてできないわ。あ、そっか、今日あのサテライトスタジオなので。はい、こんにちは。今日のテーマはそんなバナナです。皆さんびっくりしたことなどなどメールください。伝わりました？笑ってますけども、ありがとうございます。恥ずかしそうに言うのやめてもらって。そんなバナナってことで。何ですか、そんなバナナって。山下さん知らないですよ。それで OK ってくる山下さんもびっくりしました。普通だったら何やねんそれってなるさ。あ、そうですか。普通はね、うん、そんなバナナ、要するにそんなバカなっていうことですよね。そういうことです。はい、例えば、例えば、はい、あの私そんなバナナが昨日あったんですけども、昨日、ね、あ、そうなんですよ、うん、昨日あのヨガ体験してですね、前
先々週にゲストに来た山本玲子さんの元、うん市民体育館で、はい、広場市民体育館で体験したんですけども、あ、もうあのイベント終わったんですか？まだなんですけど、うん、あの体験だけど、体験ですね、うんうん、イベントは明日なので皆さん女性の方、はい、ぜひ来てください。山本さんもカツラかぶってのバレないのでぜひ来てください。バレるだろう俺の毛見てごらん大丈夫です、バレない、これを上に、あ、違うかってことで、あの昨日体験したんですね、はい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 、意外と、うん、あのあれなんですね、大変大変っていうか、うん、自分ではできるつもりなんですよね、うん、運動ってそうだと思うんですけど、うんうん、いや僕はできますかいやいやいや、山下さんもせいぜいせいぜいしてるんでしょ、ぜい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 はははは、もうさ、まともに喋れないよいやいや、今まともな話です先生、先生はぁ、あ、はぁってね、1時間どういうことどういい、それもちょっと早く突っ込んでほしかった、ね、恥ずかしい、今 HG が出てこない、あ、そっかフル回転したのね、今ね、フル回転した、そう、それで、はいはいはい、足が上がると思ったら全然上がりませんね、私だけこんな感じでガタガタガタってやって、ちょっと待ってくださいCM 中にちょっとやりますので、そうですね、はい、はい、お楽しみください、うん、なので、そんなバナナ、そんなバナナ、そんなバカなってことで、私的にはもう、うん180度90度最悪でも上がってると思ってるんですね、はいはいはい、でも全然ところが足も曲がって、足も曲がってちょっとケンケンケンみたいな感じで、うん、マヌケな感じで、マヌケな感じ、恥ずかしかったな、またそれがさ恥ずかしくはないと確かに、でも恥ずかしいんだよ本当に、うん、っていうのも、うん、あの今女性でも40代、うん、50代の女性が綺麗で、綺麗、柔らかくて、うん、運動してる方が多くて多い、恥ずかしくなりました、あーあーもう参りましたよ山さん、同年代としてはそうですね、違うだろちゃだろ違いますよ、山さんの年齢的にもありがとうございます、笑ってくれて嬉しいです、ちゃでろ先ほどからあの警備の方ですかね、うん、はい、笑ってくれて嬉しいですね、海上自衛隊の方ですか、あら、海上自衛隊ですかね、いや、ターミネーターに見えてきましたねどこかメガネサングラスだけだと思いますすいませんありがとうございます、そうなんですよ、そうなんですね、だから、はい、こんなさあさあそんなバナナってことで、うん、まさかね、自分、そうなんですよ、タイムの場合は自分でできると思ったけど全くできなかった、できなかったっていう、はい、そんなバカなね、エピソード皆さんお待ちしております、はい、メールアドレスは、はい、797@fmgino1.com 797@fmgino1.com まで送ってくださいね、はい、ありがとうございます、はい、海上自衛隊の方も笑顔ですねさあ、素敵な素敵なトロピカルビーチから、はい、この後7時まで生放送でお送りします、それでは本日のオープニングで名前いってみましょうちゃんと決めたてくれるの、あら、素敵です、素敵でしょ、眩しい、あー、ねえ、眩しい、大丈夫、ちょっと旗横に、おぉ、いい、何ですかあー、そう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 、オッケーオッケー待ちボーラーで、あ、違うなの、あっちですね、待ちだ、あー、素敵ですね、あー、あー俺にめっちゃ書く、いい感じです、ありがとうございます、すいません、ほんと飛びすぎて、ありがとうですね、うん、今どうでしょうか、早めに映ればいいからな、あお、こんばんは、ありがとうございます、今日汗とあれでもうぐっちゃぐちゃした、ちょっと俺にあんまり力がないのに臭いわ今日、え、そうなの、うん、どうしたんですか、もうジジイは臭い、ジジイはこの時間になると臭い臭い今日ほんと汗いっぱいかいてさ、めっちゃ臭いわ今日、そうなんですか、うん、あら今日休日って分からんでからスーツ入ってきてからね、うん、休日休日でもスーツでいいんじゃないですか、いやちょっとさ、うん、こうリラックスしたいじゃないですか、あー、なるへそ、特にこんなビーチもあったから、うん、したらやしたら何山の日、休日山の日ってことで、山の日山の日ね、うん、いやありがとうございます、ストリームさんもありがとうございます、マスオさんもちょっとじゃあ、エビチョさんもありがとうございます、探すので
はい、うん、え探すので OK、 これなんて読むんですか。おしゃべりしてください。宮城、宮城さん、まさか、まさかず、宮城さんでいいんじゃないですか。宮城さん、うん、宮城さんありがとうございます。はじめましてかな。反町さんもありがとうございます。あ、なるほどね。おへえ、スプリムさん後からちょっと読みたいと思います。ね、面白いね。面白いですね。そういうのもあるんですね。そんなバナナって感じ。本当それですね。あら、えみちゃんさんもなるほどね。犬かじゃっていう。あの濡れた犬の匂いって本当にすごいよね。すごい。あの匂いは。あれやばい。あのね、綺麗にね泡立ててシャンプーしても、うん、すごい匂いしますね。特に雑種とかね。エーテルハミ。雑種って種類関係ない。いやいやいや、ハヤミさん結構ちっちゃい時から犬飼ってたわけよ。ゴールデンレトリバーでしょ。なんてゴールデンレトリバーでしょ。ゴールデンじゃない、ゴールデンでしょ。ゴールデンレトリバーも飼ってたし、うん、ハスキー犬も飼ってたし、うん、そのくらい。マルチーズ、柴犬、外で飼う犬が多いかな、うん、あとはですね、そうそう、雑種。お、いいっすね。はい、やっぱりそんな中でもやっぱりダントツ的に勝ったのがあの黒の雑種だわけ。雑種、やっぱ黒だからかな。黒だから、なんか熱吸収してからね。今さ、はい、え、探し、探しよけね、いろいろなんか探してますね。大変なんですよ。あら、俺、すごいな。なんで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 、自分で献身的ですよね。あね、褒める方がいないから自分で言ってる。すごいと思ってますよ。はい。ね。スプリームさんもなるほどね。はい。あ、もう始まりました？もうすぐ。はい。あ、はい。さあ、FM ギノワンよりサテライトスタジオから生放送、トロピカルビーチより生放送をお届けしてます。こんにちは。あら、飲んでるんですか？あら、最高だね。いいな。いいなって言って、パーティーね、パーティーして、はい、今頃がちょっといい時間帯にいい感じです、ね、なってきて、ちょっとね涼しくもなってきたな。涼しくもやっとやっとなりました。だんだんこうテンション上がってきましたね。あ、今ですか。うん、ね、さっきから行きましょうよ。そうですね、さっきちょっと暑すぎっていうのもあって、はいはいはい、あの入り口の方で暑いって言って横になってる方もいましたよ。若い男性だったんですけど、入り口の方ですね。トロピカルビーチの駐車場ってことですか。そうですね、駐車場で横になるなってましたね。暑いでしょあそこ。あ、そうですね、アスファルトですよ。あのちょっと草の方があるんですけど、そこの方で友達と、ね、はいはい、うん、熱っつって横になってました、うん、そこの方が暑いかなと思いますね。そうですよね。今思えばこっちの方が影もいっぱいあるし、はい、そうですよね。あら、ほろ酔いな感じで出ました。あら、誰かに似てますよね、はい、誰に似てますか、言われますかね。あら、ニコニコ、ね、ね、いいですね。いいですよ。では、うん、ツイキャス来てますので、はい、読みたいと思います。ありがとうございます、はい、スプリームさん、はい、早見、うん、嫁のコスプレ用の、うん、浴衣のアイロンがけで、うん、腰が痛いスプリームだよ。今日も歯白いね。お、白いね、ほんとに。先に、はい、ハイミ、ちょっと前歯がね、うん、出てるんですね、ちょっと、うんうん、ちょっとだけよ、ほんとに、うん、で、ちょっと人より歯が大きいとお医者さんに言われたんですけど、それを大事に、はい、うん、あの、顔の大きさの割には歯長いねって言われた。直さん方がいいよって言って、っていうか直しようがないっていうことで、うん、削るわけでもなく、うんうん、もう今、もうなんならもう出てるから、はい、綺麗にしようと思い、結構気使っております。ホワイトニング、はい、やっておりますよ。うん、してどうですか？そうですね、もうこれが今チャームポイントとなってみんな覚えてくれております。はい、早見といえば歯、うん、みたいな。早見といえば歯ですよね。わかります。なんで、なんですか？なんでわかるんですか？早見の話をですね、うん、はいはい、まあ、いろんな方とするときに、なんですか？はい。これ元なんだった？歯衣元、はい、いいよ。
って、なるほど、はいはいはい、もっといっぱいいるから分からないさみたいになっちゃう。まあ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 、売れはーのよ、あーって、だいたい、嘘だよ、だいたいよ、だいたいってかこれ、ある意味陰口っていうか文句じゃないの？いやいや、あ、そっか、ちゃんと言ってたからね、そうそうそう、あのほら、セクシーとか、うん、可愛い美人とか、はいはい、ありますね、部類ですから。あ、そういうことね。歯はね。なるほど。じゃあ、褒められてるってことね。笑ってるよ、めっちゃ。隣で。あの、喋れてないんですけど。微妙な顔しててどうしようか、みたいな。いいよ、全然。いいですか？もう、歯といえば、みたいなね。うん。わかりました。マスオさんから来てます。はい、ありがとうございます。帰省の時に歯当たるのですか？ああ、うん。ちょっとね、うん、たまにありましたね。そういうのも。もう忘れず。そうですね、もうかなりだいぶ前、いやいやいや、20年ぐらい前ですか、いやいやいや、あの覚えたての時ぐらいですかね、そういうのも何十年前ですかね、だからね、はい、このスプレー屋さんで全部読んだの？まだですね、続いて、だから続きがあるのよ、今日テーマが、うん、そんなバナナってことで、そうです、はい、そんなバカなっていう兼ね合いで、うん、まさかのみたいな、ね、まさかのね、はい、シカマスに、スプリームさん、はい、日曜日に、うん、浴衣クイーンコンテスト、うん、東京予選に出場したら、はい、予選追加となり、うん、全国大会に行くことなり、うん、まさにそんなバナナって感じです。すごいね、奥さん美人だね、すごい、いいですね、おめでとうございます、うん、ぜひメールで写真送ってください、ね、お待ちしております。スプリームさんもね、ちょっとね、嫁さん怖いっていう噂なんですよ。そうなのよね、うん、山田さんと一緒じゃないですか、うん、じゃあ僕と一緒なんですか。あ、これダメですか、言ったらね、よくね、鬼嫁っていう、この辺だったら大丈夫だ、この辺だよ、よくあのここに来る前はあの講座の方で私喋ってたんですけど、このネタを言うと山田さん固まるんですよ。この時間聞いてるかやめろって言って、そうなんです、朝聞いてるからあの焦り声が面白くて、はいはい、何回も言ってましたよ、はい、さあ、はい、クイーンコンテストで優勝、コンテストといえば、うん、あなた、はい、コンテストかつてはね、コンテスト嵐としてこれをしましたが、ハミさん、ハミ何回も受けてるみたいさ、いろんなの、いやいやいや、違うんですか、違いますよ、今までじゃあ出したのを言ってみましょう、今までコンテスト系、コンテスト系で出したのは、ま、ちっちゃい時に、はいはい、アイドルオーディション、みたいなのやりましたね、はい、朝やん、違いますね、安室奈美恵みたいな、違います、モーニング、あっちでしょ、アクターズ、そうですね、 あれで、はい、受けました、はい、あとは、はい、ハゴロモレリー、2つだけ、はい、そう、本当ですって、ミス、はい、ミス、うん、ミスった、はい、ミスなんとか、なんていうの、学校のあれがあるじゃないですか、ああれはあれに残念ながらなくて、なくて落選して、はい、いやいやいや、そしてそしてそして、ハゴロモレリーですね、はい、CM オーディションに、いや受けたことないです、あ、落選ね、はいはい、なんで何回もあんみ頑張ってる人みたいな感じなんですけど、これからでも挑戦しようかなと思ってますよ、あ、オリオンキャンギャル大丈夫かな、やって、はいはいはい、して、いや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 、骨がなくて、骨もない、うん、ね、胸もない、はい、もない、ね、落ちてて、じゃあ今募集中みたいですよ。あ、そうなんですか。ぜひあの十代20代の、まあ大丈夫みたいです。大丈夫。18歳以上の健康な方ってことで、うん、でもやっぱ水着審査があるみたいなんですよ。あ、じゃあごめんなさい、もうやめましょう。何ですか。審査員がかわいそうみたいな言い方しないでくるもんです。なんて。だって。かゆいな、はい、はい、なのであの、うん、コンテスト類ね、なんかあれば30代、そうそうそう、コンテストでその羽衣レディーに、はい、応募しましたよね、はい、その時どう思ったんですか、その時どう思ったって言いますと、受かりましたよね、まさか自分が受かったみたいな、そうなんです、私まさにそんなバナナ、そんなバナナ、これ周りもですよ、そうです、ね、周りもいや、周りその時わからないんですよ、私のことあんまり、こんなって、こんな性格って、わかるよ、割れてた、大体そうなんですよ、うん、で、あの受かるっていうのもちょっとわからなかったので、うん、あら、こんにちは、おー、はい、ありがとうございます、あら、
山内さんのファンでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。もう4人ぐらいの美女かわいこちゃん4人組が大きく手振ってくれてます。ぜひこちらにも遊びに来てくださいね。ありがとうございます、うん、あら山内さん知り合いですか。うん、あらねえなるなるじゃんみたいな感じで見てますけどねえ。まあね、いろいろあると思うんですけど。言わないでもらっていいですか。何ですか。なんかないし怖いじゃないですか。なんか何ですか。あの子たちがあんなこんなおっさん知ってるわけないですか。いやいや、山さんはあのやっぱりあの映像とか、うん、あのね、メディア的にはメディア、うんうん、有名なので業界では顔が広いって有名じゃないですか。そうなんですよ。だからなのかなと思いました、うんね、うん、はい、そして、はい、でそのバナナ、そのバナナ、そうそう、受かると思わず、うん、びっくりしましたっていう話。そんなバナナなんですけど、やっぱり全然受かると思ってなかったんですか。思ってないんですよ、実は。ちょっとは、いや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 、ちょっとは思ってないですよ。自分でね、マスオさんも自分で可愛いと思ってないと応募しないんじゃないのっていうんですけど。そうなんですよ。これあの正直言って本当にあの出してもらってうん、まあはい、でもバリバリの実践っていう噂を聞きました。いやいや周りは止めたが的な話を僕は聞きました。いやいやいや、あの紛れもなく推薦でいきました。あ、推薦で、推薦で、素晴らしいですね。いいですね。はい、はい、ではそうなんです。山内さんもそんなバナナっていうお話あります。ありますよ。山内さんいっぱい。そうですね、いっぱいあるんですよ。例えば僕はですね、はい、その気に入った女性がいまして。なるほど。でこれはいつの話でしょうか。もちろん結婚する前。なるほど。20年前。なるほど。こんにちは。あ、こんにちは。お知り合いですか。いい、あら素敵なお父さん。お父さん、ね、うん、子供連れのお父さんが。子供連れの。ありがとうございます。泳いだんですか。はい、泳いだ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 、泳いでない。あ、そうですか。いいですね、こうなって、うん、家族で海を見ながら。そうそう、売店でね、海来たらね、泳ぐイコールなんてね、いやいや、その誰が決めたんだっていう話ですよね。はい、うん、からの、はい、あ、何か、あの好きな人がいたからですね。あ、そうそうそう、気に入った女性がいてですね、はいはい、お願いしますよ。で、まあまあまあ、デートというか、はい、飲みに誘ったんですよ。はい、じゃあ行くよと、うん、二人っきりなんですよ。なるほど。飲みね。なるほど。もう僕はこの時点で大体7割は OK かなと思ってるわけです。なるほど、はい、思いましたね。飲みに行くって OK だったね。そうそうそう、そう、うん、で、はい、まあまあ飲みまして盛り上がりまして、はい、で二次会、じゃあバイコー、はいはいはい、 OK なんですよ。うん、この時点で、はい、9割9分 OK、 うん、じゃないですか。なるほど、はい。で僕手とかこう握ったりしてたんですよ、うん、逃げない。は？手握ってたの？そうだよ。あ、つける？そうだよ、じゃあ。してから、うんうん、で、もう、はい、これ本当に OK じゃないですか。はいはい、なるほど。したら、うん、次どこ行くって言ったら、はい、自分だけタクシー拾ってパーって帰りました。あー、そういうパターン。そんなバナナ。なんすかこれ。それこそ聞いてましたか。聞いてますよ、もちろん。聞いてないですよね、今ね。いやいや、正直言っていいですか、うん、この話を3回聞きましただからあのそれ鳴らさないでそれこそそんなバナナだよねいや、よほどショックだったんだなと思って。違う違う違う、今ね、はいはい、実は僕用意してないんですよ、そんなバナナ話をね。でも、いやいやいや、今パッて答えられるのは、うん、テーマ何って聞いたじゃん最初に。わー、これこそだよね、本当に。いやいや、まあいいですよ、はいはい、これ聞いてない人もいっぱいいますから、うんうん、あなただけ3回聞いてるからって何ですか。いや、何ですか。そもそも聞いてないですからね。もういや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 、で、何だった、いなくなったっていうか。そうそう、これどうなんですか。ほら、マスオさん初耳って。あ、そうなんですね、うん、結構話してましたね、うん、ショックな、あ、分かりました、初めてっていうか分かんないんですけど、はい、どうだったかっていう、うん、あ、どうだったか、その場は多分雰囲気的に良かったんだろうね、うん、でも、うん、やっぱそんなつもりではないっていうかね、一線を越えないようにっていうかね。じゃあさ、もう来ないでくれよいやいやいや、
その子もやっぱり飲む場も好きだし、うん、山さんも喋ってて楽しいみたいな。あ、もしかしたらいいかもしれないけど、うん、いいかもしれないけど、もうそのバーの時点でなしになったんですかね。なし、なしっていうから、あら、こんにちは、こんにちは、なしって。そうだと思いますよ、はい。はいはい、恋愛相談不向きなパターンですね、あなたはね。いやいやいや、分かるじゃないですか、そんなの。なしだったんですよ。来るってことはやっぱりちょっとでもいいなとか。でもさ、先ほどツイキャスでもうあったんですけども、うん、はいはいはい、山田さんは友達感覚みたいな、うん、ほらね、友達としか見れないなっていうマスオさんとかもあるんですけど、うんうん、本当にそういったのもあるかもしれないね。男性からすると、うん、ね、男と女の中ではそういうのないって思ったことがあると思うんですけど、うん、女の中では友達っていう感覚はあるわけ。やめろよ。なんでですか？そういうの、そういうのこそ。何からにしてわからないでしょ。あるんですよ。握らしてからにな。あ、ちょっと酔っ払っていい感じだったんじゃないですか。だからそれはもう友達じゃないでしょ。ちょっとね、手を握ったっていうね。どういうこと？どういうこと？話題で、なんていうのかな、やっぱちょっとでもあった、あ、気持ちはあったかもしれないんだけどね、うんうん、だけどやっぱそれ以上は いけなかったっていう女性のあれですよ。サボさんがね、はい、その姉さん、うん、山内さんと、うん、なかったんだろうなって言ってるんですけど、分かってるんですよ、その話。いなんていうんですか、ね、こう改めて乗せましたね。そうそう、改めてありがとうございました。多分濁らせていったんですけど、ちゃんとサボさんが言ってくれました。ありがとうございます。そういうことなんですよ、うん、はい、うん、メールも来てますよ。はい、ありがとうございます。これはビーチでも大丈夫やさ笑い、はい、モミーやいびしが、はいはい、さあ山内さん、はい、いつになったらパンつかせる、はい、早見早見、はい、すずめの兄弟の曲でこれ歌ってみ、うん、ってことで見れます。はいはいはい、すずめの兄弟わかります？なんだった、タタタンタンタタンタン、わかりますよ、うん、これ読めるね。大丈夫なやつ。まず途中までは言ってみる、はい、うん、せーの、はい、裸の兄弟が見せ合って大きくなったら何になる、大きくなったらバナナに、大きくなったらキノコに。次、山さん。はい、以上。ここからは自主規制とさせていただきます。でも最後読めるんじゃないんですか。だけど大きくなってもサイズはしまったな。ダメです、ダメです。はい、はい、トロピカルビーチは、ね、この放送聞きたくない人も聞いてる。なるほど、はい、でも美味しいですよね、島バナナ。私は大好きですよ。上手。いや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 、本当に、いやいや、こんなんで褒められても。モミさんさ、いやいや、はい、ビーチでも大丈夫やさって来てるけど大丈夫じゃないよ、うん、本当に大丈夫じゃない。どういうことなんでしょうか、何ですか基準を。この人の。でも僕さ、ここでモミさんのメールを途中で、はい、あ、最後まで読み切ったことがないんですよ。なるほど、はいはい、トロピではね、トロピでは。スタジオでは、スタジオでもガンガン呼んでますけど、あ、呼んでるけど、はい、トロピでは、トロピでは。でもこ今日は OK だったってことなんですけど、今日はね、半分、3分の2ぐらいまでは OK です。 OK。 よかった。でもね、ダメです、ダメです、もう全部はやめないです。なるほど。、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、面白かったです。はい、はい、では続いて、うん、メール来てます。はい、ですね、うん、福島さんからですね、うん、あ、いいですか、そんなの。あ、ダメですかね。アシュプリームさん。おーい、ダメでしょ。ごめんなさい、はい、では、唐揚げは飲み物、うん、東京のスプリームリームです。ありがとうございます。初めてメールいただきました、ありがとうございます。はい、今日のおテーマ、うん、そんなバナナ、はい、ってことで、皆さん結構バナナ好きですね。なんかあなたがテーマ言ったんです。いやいや、何言ってんすか。嫁にバナナにかけてるんだから ね、うん、嫁に頼まれて1週間前にインスタグラムのアカウントを立ち上げたら、
フォロワーが310名になり310名、すごいね、うん、4年前からインスタをやっている、うんうん、自分のフォロワー、60名をはるかに上回り、そんなバナナって感じですってすごくない？すごい、立ち上げて1週間前に立ち上げて、うん、すぐ310名になったってことなんですけども、しかも、うん、この嫁さんなんですけどね、うん、ブライダルなどのモデルの仕事のオファーもあります、ありまたまたそんなバナナですってことなんですけど、そうそう、写真も添付していただいて、うんうん、見たら山下さんとても綺麗な、綺麗ですね、あら浴衣美人のお嫁さんってことなんですけども、うん、嫁さんですよね、あら素敵ですね、まさかどこから持ってきてるんですけどいやいや怖いよ、持ってきてたら誰かみたいな、だからね、あるので気をつけましょういやいやいや、もうとても綺麗な、綺麗な方、いいですね、ね、本当ですよね、で、うん、あの集中してくださいね、こちらの方で最後にまたいいこと書いてありがたいですね、もう、うん、早見の通信、はい、早見の前歯ばかりいじってるけど、うん、可愛くて仕方ないからだよってことでありがとうございます、あらいいところでトロピカルビーチャー校内放送みたいな感じやってますね、そうそう、あなたはですね、はいはいはい、どれぐらいフォロワーいますか、じゃあ私どれぐらいいるかな、多いでしょ、多いかね、うん、やっぱりなんかね写真は大好きで、うん、綺麗なものを撮りたくて、うんうん、やっぱいろんな人が見てほしいなっていうのはあるんですけど、うん、どんなですかね、800人ぐらいですかね、今多いですか、多い、嬉しいですね、ありがとうございます、皆さんフォローしてくれた方、僕がですね、はいはい、ちなみに263人、あーなるほど、まあメディアではねちょっと、うん、微妙も微妙いやいやいや、どんなですか、アップをやっぱりねしていかないといけないとか、そうですね、最後にアップしたのがですねインスタはいつだろう、4月、あらそうなるとやっぱり見てくれる人も少なくなっちゃうかなと思うんですけど、なんかですねちょっとインスタが最近飽きてきてる、ハマってる時期あったんですか、ちょっとあの写真僕も好きなので、そうだよね、うん、写真大好きでだと思うんですけど、うん、上げてないですすごいですよ山下さんのインスタぜひ皆さん見てみてくださいかわいいかわいい娘さん の写真あげてますので、でもなんか笑顔になれるね。なんでだろうね、なんでフォローが、なんでかわいいのに笑顔になれるってすごくない、山下さんすごいの持ってると思いますよもうそっくりでそっくりで、かわいいな、大変だなと思います、今ね、はい、すごいかわいいんですよ、なるほど、もうね、やばいですね、はい、はい、そんなバナナです、本当に僕ね、はい、そんなバナナなんですけど、はいはい、子供がそこまで好きじゃなかったんですよ、はいはい、今でもね実は自分の子供以外はそこまで好きじゃないんですよ、正直そういう方多いですよ、だけど、うんうん、ちょっとうるさい子供とかみたい、うん、って思います、いやいや注意しないでください、重さ、まあ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 、うん、はい、うん、だが、いやいや、さいいよもうこれしないとフォローできなくなるから進めてくださいところがですね、はい、この自分の子供、はい、めっちゃ可愛いなと、あら信じられないですね、なるほど、そんなバナナですよこんなに自分の子供が可愛いかっていう、なるほど、なるかっていう、うんうんうん、うん、かわいい、信じられない信じられない、あ私も正直山内さんはお父さんっていう感じしないのね、雰囲気とか、はい、よく言われます、言われますよね、はい、で子供がいる時の、はい、山内さん あの声のトーンと、うん、あの笑顔、そう、あの鼻の下伸ばしてる感じ全然雰囲気違うか、ちょっとびっくりする、そうそうそう、しかも優しいわけいつも私たちに怒ってるのにだよあんちゃん何か食べるみたいな、本当に怒ったことあんまないけど、いやいや、あんた怒ってもすぐ笑いに帰るの怒れないでしょ、面白かったよね早見に座ってごらんすけど、ちょっと待ってねちょっと逃げたりとかしてましたよまあ若い時それは、こんにちは、こんにちは、あら帽子が素敵なお父さんね、はい、さてさて、ではメールいきましょうか、メール行ってください、はい、では、手びち嫁さんから来てます、ありがとうございます、手びち嫁さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、結婚して早4年、うん、4年
あっという間に10キロ以上太りました、うん、出ました。きっと旦那はそんな私を見てそんなバナナと思っているはず、うん、私の友人からは結婚詐欺じゃん、旦那さんかわいそうと言われてます、かっこ笑いってことで、そろそろ重い腰を上げてダイエット始めようかな私もヨガ始めようかなってことで、あでもねダイエットいいと思いますよね、え、うん、早見さんの美の秘訣ありますかってことなんですけど、あごめんなさい、ないですか何がなんで胃腸は、胃腸は言わしてさ、あそうですね、早見、うん、これでもね、これでも美魔女のトップランナーですから、いやこんなってさ、しゃべりにくいけど。なんで言いにくいさ。いや、でもスラッとしてて、本当にいいと思うんですけど。そうなんですけども。うん、どうなんですかね。いや、マジで。いや、でもまた、うん、美の秘訣の前に、すごくないですか ?10 キロ以上太ったっていうネタなんですけど、そうそう、山さん。でもさ、僕も結婚してから20キロ太りましたから。うん、あ、山さんも。うん、デブデブでしたよ。山さんが僕ああのだから奥さんは奥さんはね全然太らない、変わらない、あれは変わらないね、あなるほど、もう逆に、うん、ブーデーって言われまし出ましたね、あだ名がブーデーブーデーさん、うん、ブーデーさんって言われてましたいつ最近、最近じゃない、最近言われてなかったでしょ、そうですね最近あんまり関わってないのわからないんですけど、いやいやいやブーデーかわお、チューバブにしてるよ。マークがチューバブ。ミキミみたいな。ヤンキーか。マッシャブや。だからよ。会話よ。本当にで、どういうことですか？違う、だから、ちょっと前。ちょっと前っていうか、はい、僕、あの、FM こと来てからに10キロぐらいしたんです。ああ。その前はもうブーデーってあだ名だったんですよ。あ、そうなんですか？ブーデー会、映像会のブーデー。ブーデーディレクターよく言われてましたよ。あんなに太ってたの？あんなに太ってました。あれぐらい、あれぐらい。いやいやいや、わからないんですけど。あの人を食べるのやめてもらっていいですか？失礼にモードがありますので。いやいやいや、そうなんですね。そうなんです。なるほど。はい、でどんな風に痩せたんですか？もう僕はね、本当にあの夏バテで飯が食えなくなってですね。ああ。それで、はい、あの痩せました、ね。なるほどね。勝手に。勝手に、うん、あ食えない、勝手に食えないっつってから、うんうん、それで、うん、だいぶ痩せました。なるほど。冬とかは夏バテ超えた冬は食べれるようになるんじゃないですか、うん、普通はどうなんでしょうか。でもそっからだからちょうどいいやと思ってダイエット始めて、それがもう日常的になったんです、はいはい、ああなるほど、うん、それがだから生活の一部としてもなんていうの、腹八分みたいな感じで食べるようになったのかな、ね、うんうんうん、あのあのあなた、違う、俺の話じゃない、 あなたのその美の秘訣、なるほど、はい、もう終わりますよ、喋れない間に。そうなんですね、はい、そうなんですよ、美の秘訣なんですけど、うん、美っていうか、うん、あの意識してること、ね、意識してること、うん、とりあえず冷たい水は飲まないとかねこれ本当にぬるいんですよ、私がいつも炭酸水カットチャーキーはこれ冷たいですよ、ね、冷たいんですよ、うん、飲めないので置いときます、あの近くカビっていうのでもあって、ああでもね、そうなんです、冷たい水は飲むなっていうのもありますね、あるよね、だからぬるい水だったり、うん、ホットだったり、熱いのに熱い水飲んだりしますね。これどんな理由があるんですか？あの体を冷やすと、うん、ね、代謝が悪くなるってことなので温めてます、はい、本当に本当です、あら、なんか早見が言うとあれですね、何でしょうか、本当かどうか聞こえない、そうですかいや本当ですよ、そうですか、はい、あと炭酸水飲んだりとか、炭酸水、はい、炭酸水飲むと、炭酸水はどういうね、なんかちょっと満足しちゃったりするんですよ、あお腹がね、お腹がだから、うん、お腹空いてる時って一気に食べたくなら食べたくなるね、うん、ちょっとでもいいからガーって食べたくなるさ、ちょっとでもいいからガーって食べたくなる、早く早くでしょ、うん、それがダメなんですよ、ステーキ、あステーキ、あこんにちは、こんにちは、ありがとうございます、うん、ぜひ遊びに来てください、はい、そうなんですよ、なので炭酸水はいいかなと思うので、皆さん暑い夏、うん、ね、ビールもいいと思うんですけど炭酸水のものもいいかなと思いますよ、うん、はい、ビールとね、でもあれはちょっと違う、まずいよね、なんかね、うん、うん、甘いの飲んでる人とか、そうそうそう、いや見たやっぱり僕ね、はい、一時期、はい、なんだっけ、ほろ酔い、
ほろ酔い、あっかり飲んでたんですよ。はいはい、はい、そしたらやっぱりね、ブックブック太ってきてて、あれはすごいよ。そうそうそう、うん、で今青森に帰ったんですね。はいはい、そしたらやっぱある程度痩せました、ね、ああやっぱり、うん、やっぱビールとね何かはやっぱすごいですね、うん、なるほどね、うん、ぜひ、はい、で道嫁さん、はい、あのお家でねビールとか飲んでるんだったら、ありがとうございます、ね、もう終わったんですか。あら、これからじゃないですか、夜は。本当に、ね、うん、なるほど。もういいな、ね、なんか酔っ払っていい感じ。ね、いいよね。いいな。さあ、はい、では。ぜひね、あの青森に帰ってみると、はい、結構ね、効果的ですよ。いいと思います。さあ、続いて。続いて、うん、では、サーロ兄さんから来てます。はいはいはい。よい子のみんな、こんにちは。こんにちは。サーロ兄さんでおるんってことで、はい、江南高校負けたね。だからよ。最初勝ってたのに、そんなバナナだね。それも言ったよ。それもそんなバナナだよね。だからよ。びっくりしたね。最初ごめん、正直私も勝ったなと思って。うん、勝ったなと思ったね。思った。もういいかなって言って、ちょっと消して作業したりとかやってたんだけど、うん、すごかったね。やっぱ相手すごいね。すごいね。有名だもんやっぱり。強いですね。でも頑張ってましたね。うん、素敵でしたよ。頑張ってましたね。はい、ですね、実はちなみに LINE でですね、早見にですね、はい、何でしょうか、この早見さんに実況をお願いしたんですよ。はい、まあ、あの業務の連絡したら、うん、その今甲子園盛り上がってるよっていうことを言ったので、はいはいはい、あ、実況してて、うちね、うんうん、あのテレビないですから、まあそうですね、ラジオ局なんでね、はいはい、そしたら、うんうん、今1点入りました。意味がわからない、何対何かもわからない、どっちが入ったかもわからない、はいはい、今1点入りました。なんだそれ、なんでこの適当な感じ。しかもマスターってもう嫌だ。自分なんでしょ。ちょっと何ですか、改めてやっぱり、うん、ね、この人の声から聞くとちょっとね、申し訳ないね、これは自分でも、はい、こんなね、まだね、うん、反省しました、すいません。でもちゃんと最後には6対3とかね、うんうん、まあ、僕がちゃんと言ったからです。あ、そっか。ありがとうございます。はい、サロン兄さん続きあるよ。ありますね、うん、でも、うん、休みの日に試合見れてよかったなってことだよ。よかったんじゃない、今日見れた人いっぱいいたと思う、ね、確かにね、うんうん、山の日で祝日ってこともあって、はい、すごかったね、うん、よかったと思う。そうですね、はい、あ、そろそろ時間だから、貝殻ビキニに着替えてこなきゃるんってことで、うん、え、サロン兄さんが、私が、どっち、私いいの、ダメ、いいですか、早見が、早見がギリダメじゃないかな。確かに、どうだろう。はい、どうでしょうか皆さん、僕はギリダメの方にちょっと、いや、ダメだと思います、はい、すいません。ねえ、この前のね、ヨガのあの、うん、はい、先生の発見、結構似合うと思いますよ。似合うんですけどね。はい、さあ、まだまだ皆さん、はい、メールコメントお待ちしております。お待ちしております。今日のテーマは、そんなバナナです。はい、若干ね、うん、滑って、いやいやいや、バナナだけ。確かに気にせず、気にせずね、行きましょう。はい、器用なことしますね。あ、この時間って今恥ずかしいな、この曲。海で、海で、ね、まさかの、まさかの、あの、はい。海でまさかの、人生いろいろですよ、はい。さあ、この時間は人生いろいろのコーナーとなっております。そうなんです、皆さんすいませんね。すいません、本当にあのビーチの雰囲気をぶち壊しまして、ごめんなさい。コーナーなんで一応ね、はい、進めていきたいと思います。人気コーナーなんです。そうなんですよ、ね、はい、こう見えて、このコーナーはですね、はい、お悩み相談コーナーとなっておりまして、はい、リスナーさんだったり、うん、身近な人の相談を、うん、私早見と山内で一発解決しようじゃないかってことで。そうなんですよ、はい、ここまでですね、なんと解決率が 90% 超えて、はい、そうなんですよ、皆さんすっきりした、ありがとうっていうメッセージもいただいて、いただいて、これはやらなきゃいけないってことで、うん、逆にね、はい、そんな感じでやってるので、もうビーチでもごめんなさい、やりますから、はい、はい、今日も深刻なお悩みがしております。はい、この人はですね、ラジオネームはないですが、ない、はい、いきます、はい、付き合って2ヶ月ぐらいの彼氏がいるのです、はい、
私は面倒くさがりで、うん、LINE するのも正直面倒ですし休みの日にわざわざ出かけるのも面倒です。あ、はい、こういう性格は恋愛などしない方がいいのでしょうか。なるほど。ただ面倒くさいなどとは彼氏には言ってないです、うん、当たり前です。そう言ったらもうね、かわいそうですよ。思っても言わないというのは大事です。なるほどね、はい、はいはい。ということでどうでしょうか、こういう性格は恋愛などしない方がいいんでしょうか、うん、いやーさん、これこういうのにあった、うん、彼氏もいると思うので、おどんどん恋愛した方がいいと思いますよ。ダメでしょうか。いや、いいと思います、うん、あなたはどうですか、その例えば、はいはい、ライン付き合ったのに LINE、うんはい、するのも嫌、はい、まあ、LINE もね、昔はなかったのではいはい、メールとか、まあうん、電話とかデートとか、うんうん、そういうの嫌だなっていう人いましたか、今まで。今までなくて、逆に言われたりしたりし、うん、もありました。言われた、言われました、正直、うん、私もあんまり LINE しないんですよ。あ、そうなんですか。はい、意外と しますよね。いや、こういう冗談的なこととかするんですけど、はい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 、今どこにいる、何してるとか。ああ、いますね、そういうのね。そういうことをやる人 ね、チェックする人、なんちゅうの、うんうん、この彼氏の動きを、ね、動きを、うん、私はそれがないもんだから、はいはいはい、本当に好きなのかわからないとか、 あと読めないとか。ああ、わかるわ。あんまり気にしないわけ、私。うん、どうぞ飲みに行くんだったらどうぞみたいな。うん、でも遅くなるんだったら心配になる子連絡してねくらい。なんでしょうか、ダメでしょうか。でもそれはそういう女性が あんまり男性からするともっと濃いっていうのが、あ、それもまた人それぞれ、ね、それかもしれません、気がしますけどね、うんうん、僕が別にそれでもっと濃いとは思わずラッキーって思います。あ、そうなんですか。うん、なんかしなさすぎて嫌らしいですよ。でもその気持ちも分かります。あ、特にね、早見さんの場合、はいはい、多分何考えてるか分からないっていうのはあると思います。あ、そういうことなんですか。はい、あら、そうなんです。全然何も考えてないというかね。あら、部活帰りでしょうか。小学生、小学生、中学生、ね、小学生じゃない、小学生なのね。え、小学校5年生。あら、かわいい。どっから来たの。うん、なんて、何、おテレビ行って、テレビじゃない、ラジオ、ラジオ、ラジオ、FM キノマンのラジオ生放送してますよ、ぜひ聞いてください。よろしく。バスケ部、バスケ部かね。ハンド、ハンド、小学校でハンド部ってあるの。どこの小学校ですか。浦代、うん、どこ、せーの、せーの、どこの小学校ですか。聞こえた、聞こえない。あ、聞こえ、浦代小学校、浦代小学校ってどこだろう、どこにあるの、ね、どこなんだろうね、どこ、どこね、どこ、せーの、うん、離島、え、離島なの、離島、どこの離島、そうなんだ、なんて笑ってるよ。お、あ、浦添市、あ、離島じゃないさ、浦添、離島って今聞こえたんだけど、浦添市はでも有名だよね、ハンドもね、ハンドもね、ね、あら、将来楽しみです ね、頑張ってよ。あ、メンバー募集。オッケー。なんだっけ、浦代小学校、うん、浦代小学校ハンド部、メンバー募集しているそうです。女子、女子、男子も、男子も女子も、女子だけ、はい、でもいっぱいいるんじゃん、足りない、これ足りないの、このメンバー。男子も募集してますので皆さん、はい、引っ越ししてぜひ。お子さんを、ハンドル、はい、ね、頑張ってください。応援してますよ ね、ハンドルになるのでぜひぜひ応援してます。ありがとうございます。して何の話やったん、やったん、何でしたっけ、悩み相談コーナーとなってるんですけども、付き合って1ヶ月 LINE もしないってことなんですよ、ね、私ね、うん、で、あら、こんばんは。こんばんは。募集してた子供たちです。こちら手振って募集していただければ。全国制覇もしましたよ。全国制覇もしたの。全国制覇もした。あら、強いじゃん。浦代小学校ってどこだったっけ。浦添のマックスバリー。あ、マックスバリーいっぱいあるな。いそうでしょ、いそう。あら、いいところじゃないの、はい、ねえ、うん、うん、頑張って、頑張って、ね、はい、今何名いるんですか。
5年は12人。5年は10人。2年は2年生なの、うん、息子さんって知らないですか。そうそうそう、一緒一緒、ね、2年生でやるんだね、ハンド、ね、早いね。1年生からやってた。1年生からやってるの。お姉ちゃんがいるの。お姉ちゃん、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 お父さんもいるの。お父さんなんだ。あらー、オッケーオッケー。じゃあちょっとね、うん、募集ちゃんとしましょうか。はいはい、はい、なんだっけ、浦代、浦代小学 校, 小学校喋る人一人、はい、はい、女子バンド、はい、ハンド、はい、2年生の子が手を挙げて、はい、ハンド、ハハ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 、頑張ってください。はい、ありがとうね。遊びに来てくれて、嬉しいさ。元気、エネルギー、パワー、フィッシュ。ありがとうね。はい、ありがとうございます。このようにね、ガンガン入ってきてもらって、そうだね、構わないので、はい。山内さんがちゃんと対応しますので。そうですよ。誰でも OK です。誰でも OK。はい。あんまりこう酔っ払いすそうだね。前に朝なんですけど外人さんが来てたりとかね。そうそうそう、酔っ払ってる外人さん。でもそれでも山さんちゃんと対応してましたからね。そうです、僕は英語で、英語で、はい、なので OK でしょ。そういう話じゃない。もうね、そろそろじゃあ、はい、ね、簡潔にしていきたいと思いましょう。んですけど、何ですか、付き合っちゃいけないだったんだっけ、うん、この人は恋愛しない方がいいですか。ただですね、はい、このリスナーさんからは、はい、てますよ。なんかね、うん、ちょっと見れなかったりするんですよ。はい、どうぞ。ですね、なんだっけ、付き合うなっていう、付き合うな、はい、話が出てますよ。そうなんですか、うん、あら、サーロお兄さん、はい、なら付き合うないやー、LINE とか連絡とかしなくても会いたい時に会えればそれでいいかなって来てますね。あ、私もそう地形かな、うん、でもやっぱね、ちょっとね、でもさ、なんかさ、僕の場合酔っ払ったら結構 LINE したくなるんですよ。うわそうなんですね。はい、だから語りたい感じ、語りたいっていうかね、なんかちょっかい出したい、なんか寂しがり屋なんですよ、ね、ああ、ちょっとね、飲んだらな感情が出てきたんだね。感情が出てきても結構ね、どうしよう、します、寂しがり屋とか言われちゃったどう反応すればいいのか。まあだからね、いやいや、はい、若い人だと思いますので。なるほど。最初はね、やっぱ気使うからめんどくさいんですよ。あ、恋愛っていうのは。まあそうだと思いますよ。でもね、うん、気使わなくなる瞬間があります。ああ、なるほど。はい。超えると、もう気使わなくなる。はい。半年ぐらいですかね、それは。もっと。これは時期じゃないです。時期じゃない。はい。ああ。ね、うん、じゃあそれまでは。そうです。特に。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。でもそのさ、LINE したくない人って男性もいると思うので、うん、その同士で付き合うのもいいかなと思うんだけど。そうですね、うんうん、それが一番ですね、はい、うん、お互いね、そう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 、あまりこうね、干渉しない人同士もいると思うので、うん、恋愛してはいいと思います。いいと思います。リスナーさんはダメっていう人もいるかもしれないですけど、そうそう、そんなもん自由ですからね。そうですね。ほら、かわいいね、ほら、かわいいね、ぷにょぷにょ、バイバイさあ、ってことで、はい、じゃあ今日のベストアンサーどうぞ。はい、ベストアンサー見れない、違う違う、自分の、自分の、今日はね、早めがベストアンサーの、ベストアンサーありがとうございます、はい、恋愛はどんどんしていきましょうってことでちょっと恥ずかしい何言ってんだ自分ね、一目惚れするっていうこともいいしね、ドラマ見てキュンキュンするのも女性はいいみたいですよ。もう長いみたいな。はいはいはい、はい、終わりました。さあ、はい、もうエンディングでございます。 ありがとうございます、今日はね、トロピカルビーチから山の日ということで、はい、2時間にわたってお送りしてきましたが、1時間ですけども FM ギノマ、あ、そうですね、はい、トロピカルビーチより生放送でこの番組は早い増国という、はい、この番組のさ、はいはい、ちゃんとタイトル決めましょう。そうですね、トロピでもやるんだし。そうですね、はいはい、わかりましたまあ、お相手はですね、はい、FM ギノワスタッフの山内と、そしてはい、私、早見と2人でお届けしましたちゃんとちゃんと自己紹介してもらうために僕、わざわざ言ったんです、ね、はいはいはい、いやいや、フリーで活動してます中津早見と言います。よろしくお願いします。ギノワっていうか、この人、収入いらない人いやいや有名ですから、ちょっとね、いやいやいや、皆さん気をつけてください。何ですか、何を気をつけるんですか。私に気をつけてくださいね、じゃなくて
じゃあ皆さんが誰やねんって顔したらすぐこの人すぐカーってなりますから。いやいやいや、怒らってなりますから。分からないのかって。そうそう、はい、分からないのか、昨日の早めだよって、昨日の早めだよって誰やねんってなるからね逆にいやいや本当に、はい、昨日でも何か活動できたらなと思って、ね、はい、はい、頑張っております。生まれも育ちも宜野湾なので盛り上げていけたらなと思ってるんですけど、うん、今日どうでしたか。今日ね、いろんな人がさ、うん、いっぱいいて目まぐるしいですね本当に、うん、で前から通っている方必ずバイバイしてくれるから、うん、楽しかったね。そうそうそう、でいろいろ絡めて、そう、今日はとっても楽しかったです。お兄さんいい体してますね。ねえ、うん、あらいいかな、ね、いいかな、いやいや本当に今日いろんな人がいるので、うん、また今日がいい感じに夕日見えて、そうですね、うん、海を見てる方が多いですよ。じゃあこの後ちょっと僕は、はい、海を見ない見ながら、なんで今いいとこだったのに、はい、海を見てちょっと黄昏れて帰りたいと思います、はい、あら、いいですね、はい、ちょっとね気になる子に LINE もしてしながらね何を言っとる。おい。おい。まあまあそれが夢だからね、アウンさんも言うだけは何でも言えるので、ぜひ気になる方にね、今日皆さん山の日ってことでメールするとアタックするといいかなと思います。そうですね。うん、はい、はい、では今日1時間、うん、楽しかったですが、楽しかったですね、お送りしましたが、また来週。はい。この時間にお会いしましょう。ではお相手は私、早見と山内でした。はい、皆さんさよなら、ありがとうございます。バイバイしてくれてる。ありがとうございます。ああ、面白かったね。面白かったです。皆さんありがとうございます。たくさんメッセージ。はっちゃ、はちさんもありがとうございます。こっちなんかね、ぐるぐるしてましたね。消していいよ。ありがとうございます。ってからすいません、コメントいっぱいありがとうございました。メールもありがとうございます。では